皆さんこんにちは。今日はオールアバウトクラシックフラップシリーズ第3弾、シャネルのクラシックフラップをデザイン別にスタイリングしたコーディネートを紹介していきます。それでは今日の動画スタートです。まずはシャネルといえば王道なツイードのセットアップ。毎シーズン必ずコレクションに取り入れられている定番のアイテムです。で、そのスーツに合わせるのはホワイトのクラシックフラップ。明るいお洋服を着るときはバッグとかも明るい色にしちゃいますよね。ホワイトのクラシックフラップはどんな色の服にも合うのでとってもおすすめです。次はこれからの季節にぴったりなマリンコーディネート。白のショートパンツにブルーの薄手のニットを合わせたラフなコーディネートになってます。こういったカジュアルでラフなコーデにはV ステッチのバッグを合わせていきたいと思います。シャネルの V ステッチはエレガントすぎずクールすぎずライトなコーディネートにとってもぴったりなのが大きな魅力です。次はこちらのシャネルのホワイトのミニワンピース。くるっと回るたび裾が風になびいてとってもとっても可愛いです。フェミニンな王道白ワンピには王道のクラシックフラップを合わせていきます。実はクラシックフラップってレディーライクなお洋服にもクールなお洋服にもどんな格好にでも合うんですよ。次はクラシックフラップをクールに着こなしたルックをお見せします。デニムのパンツと白い T シャツにフォーマルすぎないけどきれいめなジャケットを羽織ってニューウェラのキャップをかぶります。割ときれいめな感じなんだけどニューウェラのキャップのおかげでちょっとスポーティー感も出て今っぽい感じになってると思います。そしてこのルックに合わせるのは先ほど同様クラシックフラップ。同じクラシックフラップでもさっきとは打って変わってとってもエッジーでクールなルックになりました。最後は最近流行りのスポーティーカジュアルルック。シンプルな白の T シャツにスウェットを合わせていきます。このルックには縦線のステッチが入っているマドモアゼルクラシックフラップを合わせていきます。このコーデはお洋服がとってもシンプルな分アクセや時計で華やかさを演出していきます。こういうスポーティーなルックにはアクセサリーをたくさんつけてユニセックスだけどちょっと女性らしさがあるルックにしました。少し丸みを帯びているクラシックフラップはまた違って四角いカクカクした形が魅力のマドモアゼルフラップなのでこういったコーデにぴったりです。今日の動画はここまで。このオールアバウトシャネルシリーズはまだまだ続くのでこれからもぜひ楽しみにしててくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。